それで200何十分の1の転落だって。で40何分の1。おお、頑張って。お、なんだこれ。ポヨンがあるでしょ。マシンだよ。マシン。知らんかったけど。聞いてわかったけど。なったぞ、久しぶり。あ、金まで行った。このガンダムで勝っちゃうか。なんでなんでなんで。あ、下手だった。ごめん。さあ頼むぞ、50%。ダメだ。ユニコーンガンダムを出撃させろ。頼むぞ。おお、頑張れ頑張れ頑張れ頑張って、こう、ああ、もうない。おお、驚かしてくれるぞ。もういいか、撃って、あ、まだか。パンクが怖いんだよな。まだやね、まだやね。モードを選択してください。あ、はい。どっちにする？今度こっち行ってみようか。いやー、よかったなー。50%、2回連続引いたなー。さあ、頼むぞー。ユニコーンの凄さを見せてちょうだい。やめて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 、もう。あ、よかった。泣け。さあ40分の1。40何分の1かわからん。4回いったぞ。4回いってんの。おい、4回行ってもダメ。よっしゃ、泣いた。ユニコーンって言った。これか。おふう、赤、やっとフロンタル倒せるか。おい、レインボー出たから安心。真ん中、ありがてえ。いやー、持ち球が当てた、よかった。まだ撃たないよ、まだよ、まだだよ、今撃ったら、よし。25% を取れば、うん、おー、はいはい、これで 25% を取れば上位ラッシュらしいです。達成しないですよ。あ、まだある。おー、引いた引いた。うん、引いてないの。あ、こっからや。あ、緑色っぽいけど。あ、まだ上位引いてないけど、まだ確変だな。ユニコーンラッシュ継続。おいおいおい、やめて、変なのやめて。なんか色が嫌い、色が嫌い、色が嫌い。滑れ滑れ。嘘やろ、一回転やぞ。やめて。負けられ
お、カトリンは。お、こらこらこら。もう一回、カトリン。やべえな。うそ、一回転だぜ。頼む頼む頼む、まだ終わんないで。金まで行け。中あれ、うわー、まずいっす。いや、まだ4回で、これも多分何十分の1かの抽選あると思うんだ。今の私たちにダンプラスの箱は使いこなせません。3、6、2回、3回。なれ、なれ、ならないっすー。もう一回、ラスト。うわー、なんもなさそう。左打ちに戻すな。いやー、でもなんか運命だな、また。落ちるのも一回転かよ。参ったね。当たるのも1回転、落ちるのも1回転ってねえ、こういう群がってんだよな。いかに肩口が大事かだよな。この振り分けでね、左に行っちゃうと 100% ないからね、へそは。おお、泣いた。おお、なんかついてる。ムーちゃん来い、ムーちゃん来い、ムムちゃん来い。あー、でもこれで大丈夫か。あら、これストーリーリーチ。お、なや、ストーリーリーチから緑、格下げみたいになってねえか、おい。空への機関、星3つ。頑張れ。どうなればいいかわからんけど、頑張れ。ど真ん中、あら。な、緑だもんな。まだ期待してる。まだ諦めてないよ。諦めた。ああ、そうだか、そうか、緑じゃな。前俺の番組であのあれが出て、今の四角いやつ、隣のお兄さんがな、あそこからムムちゃん出して、びっくりしたな。朝一あれも早いかい。これピンピロリンって泣いた時点で何パーぐらいある？50%。へえ、ピンピロリンって入った途端泣いて、ユニコーンって言うと50%か。へえ、声のプレミアなんか入れてほしいな。例えば昔の三強の台の「おはよう三強です」っていうムンちゃんが喋るんだけど、毎朝どの台もね、ピョコンと入った途端「三強です」とかな、なんか入れてほしいわな、ムンちゃんの声で。当たりが欲しいから「あ、まあ行きましょうか」っていう相談してんのに。もうちょい行こうな。せっかくや、俺スキーこうやって時間効率のいいだ。もうどうしてもダメなら、昨日見たら地中海行こうかなって感じの台あったな。ラッキートリガー付き。ここに来てのスランプはきついぞ。ああ、地中海はお客さんが何人か結構
埋まってんな。あと何発だ。あと1100発回せばいいことがあると俺は信じてる。一回転ポロンと入ったやつだったね。さあユニコーンでのラストチャンスとなるかな。ごめん、中押しちゃった。ごめん。紫、お、お、赤い。さあ頼むぞ。弾使い切るとこ。ユニコーンアタック。あ、これか。ザクがいっぱいか。保留のチャンスアップはないか。頑張ろうユニコーン、頑張ろう。だよね。ポロンと入った一発だったね。ラストチャンスはちょっと軽めやったな今ね。あ、開いたか。ん、いや、いるか。どうしてもな、お客さんがそばにいっぱいいるとちょっとな。水分も今制限されててね、食事の分も入れての水分、1日 600cc までって。600なんてなあ、っという間だぞ。最近まで900まで飲んでいいよって言われた、今 600cc って言われてんだよ。あとが続かないっす。440。わうわうわうわお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 。ボボンボボンボンボンボボンボボボ。さあ500回。本日何回目や。何千回回してんだ、おら。はい。もう決まった。決まったも同然。ほら、赤いよ。ユニコーンが赤いさ。ブーン、ブーン、ブーン、ブーン。ポキューンだけだったね。ユニコーンってまだ言ってないね。あら、こいつか。でも赤かったぞ。これあれだろ。お、震えた。バイブ。ほん、赤く変わんないか。頼むぞ。お、赤い。エフェクト赤い。お、出た可能性の獣。おお、これ緑ってことないわ。頼むぞ、ラストチャンス。アップ。ああ、可能性の獣まであったもん。おう、覚醒だぞ、絶対覚醒だぞ。そんなバストですか、もう学生。まあ、可能性ある。
っていた。星2つ半か。頼むよ。緑でも期待してるよ。おエフェクターがちょっとあるでしょう。緑だけにある気がする。わかっこいい、きれいきれい。モンドさん X 切り、いけ。あ、緑でもなんかいい感じがした。あ、531位532位。あーよかった、頼むぞ。小当たりになっちゃうぞ。金までいけ、頼むよ。よしユニコーン、よかったよ。3分の3だよ。まだ打っちゃダメ、まだ打っちゃダメよ。まだ打ったらダメよ、笑われるよ。もう打っていいでしょ、もういいでしょ。まだか、はい、こっちでこっちで行こう。5000、あ、そうか、5000発でいいんだよな。さあ行け、まだか、まだやった、まあ行け、弾はまだある、行け行け行け。あ、まだやったもうよかろういやちょっとここで気抜けない。5000発で、そうや、ちょうど2万、いや19500円。おいおいおい、こういうのいやん、こういうのいやん、いやんいやんいやん、もうこの人いやん、もうこの人いやん、このグイングイン、よしよしよっしゃー、ユニコーン言ったぞ、ユニコーン言ったぞ。次の次、よこの人いいよどっちや、今回はボタン2つ、1つ目、ドン。何よ、俺はユニコーンだ。ユニコーンよし、1500発。さあ、ここから上位入れば面白いぞ。5、6、7、8、9、10。よっしゃー、よっしゃー、これか、お3アタック、ファーストでいっちゃえ、セカンドアタック、ど真ん中、ファイナル、おい、まあ泣いたからな、ユニコーンって言った。8回転。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。緑やけど頑張ろう。いや、まだ入んないか。よっしゃー、泣いた。ユニコーンって言った。3、この球や。よし、上位ラッシュ引きたいな。よっしゃ、1位。ああ。おう、おう、よ、や、さあ、
うん、赤いよ。うわー、気持ちいいです。いやー、面白いユニコーン。さあ赤いぞ、ジョイラッシュ引いてないか。さあ引いてくれ。あ、こっか、5ラウンド。あら、普通の ST か、成り上がってないか。2、3、4、5、6、7、8、9、10。転落なんか引くなよ、引くなよ、引くなよ。いいユニコーン。あー、もうやめて、こういうのやめて、こういうのやめて。いらない、いらない、いらない。やめて、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 落ちる、落ちた。あ、こいつか、こいつなら。いやー、怖いな。頼むぞ。いやー、面白い。これもまだやろうな、最後やろうね。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。最後の方で。いや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 、避けたりとかあるでしょ。フロンタルじゃないのに。うそー。まだ保養がある、保養がある。下田、余裕ぶっこいてタバコ吸ったのがまずかった。2回、なんかなれ、なんかなれ、ドラマがあれ。3回、ラスト。うー、なかった。あー、残念。さあ、どうしようかな。甘い行こうか。いや、もう実際これで、もう時間がないんで、次行かないと。マジ終わりだってしょうがないか。さあ、やってまいりました。おお、三つどもえの田無神社。おお、三つどもえだね。行こうか。失礼します。わ、なんかすごいいい雰囲気。東京都とは思えんね。ああ、竜、ドラゴン伝説の竜みたいな。あ、本当だ。ねえ、これしゃがみ込んで覗き込まないと見えないよ。腎臓が持ちますように。あ、なんか今の方回ってたわ。ご神木、宇佐神宮にもあるんだ。うん、こういうのがね、どっち回りかがね、あるんですよ。待てよ、右回りかな、左回りかな、右回りかな。失礼します。多分ね、3周。
いしょ。毎度のことやけど、やっぱ神社いいね。なんかいい。お、来た！来たよー。新聞紙に来るんねんだ、普通の。志村けんさんが、こよなく愛した。団子です。わっ！いやー、すごいいい匂い。あのね、醤油が焼けた、お祭りの時の醤油が焼けた匂いがする。わー！それと木のほら、この皮の匂いだよ。あ、こういうのなかなかいいですね。雰囲気があって、ね、普通プラスチックのなんか入れ物とかに入ってます、うん、本当だよね。ちゃんと木を削って缶なんだよね。わあ、すごい。いや、焼きたてだからこうなってるのよ。どうですか。じゃあいただいていいかな。お願いします。志村けんさんが子供の頃からこよなく愛した焼き団子。みたらしじゃなかったね。もう想像で話してた。わかるか、こう、焦げ目がさ、すんごいいい匂いするんだよ。いただくな。味は今一つ。そんなこと言うなよ。ちょっとね。素朴な。素朴。いや。多分焼きたてはもっと違うと思うよ。砂糖をほとんど使ってない。醤油だけって感じ。うん。うん、団子って砂糖醤油。みんなびっくりすると思うけど、九州磯辺焼き砂糖醤油で食べる。こっちは関東、うちのかみさん関東だから、砂糖醤油をお餅につけるのとか言うけどね、美味しいんですよ。これまさに関東のね、団子だな。甘くない。全然甘くないです。今監督が言ったまさに素朴な味、団子って感じ。今回、ちょっと近場西東京市のひばりが丘で歌していただきましたけど、いやー、いい街だったね。駅前だけ、まあ駅前近所しか歩いてないけど、まあコンパクトにまとまってね、小さなお店飲食店がいっぱいあって、昨日の夜は肉汁丼、埼玉といえば武州といえば武蔵野といえばね、武蔵のうどんでございましたが、美味しかったけど、今日昼間のあの餃子定食もね、おすすめ。いや、びっくりした。さすがなんとかシェフ。そうね、鳥羽シェフ。美味しかったですよ。で、ちょっとね、久しぶりにさ、14ミリ以上の大きなへそをね、見たよ。でも気をつけなきゃいけないのは、根元と、まあはっきり言わんよ、根元と穂先ちょっとね大きさが違う時あるからね。昔これねよくやったね、僕らがほらあのこの本編の一番初めに言ったでしょ、僕もほら店長として叩いてた時があった。やってたのがねちょっと大きく見えるんだけど、根元をねクイーンって叩いて狭くしたりとかね、
まあ、使わなかったらごめんねでもそういうこともあるからね、ちょっとそこはまあでも見るのはそこは2割でいいと思う。もうやっぱり肩だな、うん、肩がうんってなった、うんってなってる方だうんを選んだらかなりいいんじゃないかなと。見るところはもうそんなに多くはないからね、ちょっと打ちやすいかなと。何よりもね嬉しかったのは、久しぶりにあんなに時間効率のいいバッツンバッツン止まってバンバン回せる台がね出たっつうのがね、あれが保留発行になったらねもっと面白くなるとは思う。ただ戻しがせめてもう1個戻しが2個あればなまあちょっとはな、玉持ちが良くなるのかなと。スピードはとにかくはやっぱり速いな、これみんなが言ってることだと思うけど、その辺じゃないかなと思うけど、まあでもね、ユニコーンの新しい方面白かった。今回の感想はもう団子が一番大きいな、やっぱ志村けんさん。写真だけ見せてもらった、皆さんは見たと思うけど、あの志村けんさんのバカ殿の時のね、あの写真があったら、あの団子屋さん、あそこの前の椅子に座ってちょっと食べたかったね。だからこれね、この番組ではもう、まあ、高くてさ美味しいもの食べるの当たり前じゃない。もう、まあ、次回もそうだけど1000円以内で美味しいもの、まあ俺が行く場所場所の美味しいものを食べていこうと。1000円超えたらまあ食べない、1000円以内で美味しいものを食べていこうかなと僕個人的には思ってますので、その辺も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。キーワード、けん。